それでは最後に管理盤について説明します。でこの装置なんですけれども、おおよそこのような構造になっています。これはテキストに載っているものとほぼ同じです。でテキストではこういう具体的な20段の棚っていうのは示されていませんけれども、20段の棚がこちらの方にも書かれています。それからこちらの方にキャップ式っていうふうに書かれてますけれども、これはあのテキストにありますようにこういう釣り鐘のようなキャップが穴のところにかぶさっている包装段って言われている装置になります。各棚のところに穴が開いていて、そこに釣り鐘のようなキャップがかぶさっていて、下から上がってくる蒸気と上の棚の液体が混じりやすいようになっています。それでこちらの管理盤のところでこの装置を運転制御していくという形になりますけれども、まずはこれが温度計になります。で上流棟の6箇所のところに、温度計が温度センサーがくっついてるっていうことを先ほど説明しました。でその温度が一体何度なのかっていうのはここで読み取れるようになっています。で今くる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 数字が1から6までのものが回っていってます。これ見えますかね。で例えば1っていうところ、1番は、一番上のてっぺんの温度になります。で2番3番4番5番6番というふうにだんだん塔の下の部分の温度を表示していってくるということになります。でそこの温度が何度なのかっていうのはこの赤い三角形のところの先端のところで今何度なんだっていうことを読んであげてください。なのでここのところを管理してくれている方は1番の温度が64度の温度になるっていうことを強く頭に入れておいてください。つまりそれよりも高い温度になるとメタノールの中に水が混じっているということになりますので、そういったことをちょっと頭に入れておいてください。それからこちらは先ほど説明したフローメーターで原料の供給ということになります。実際に運転するときは170ミリリッターパーミニット、1分間に170ミリリッター流れるように調節する。でこのときはここで調節することになります。それからもう一つ大事なものがありまして、ここですね、管流液調節というバルブがあります。でこれは実際に運転するときはオートの方に倒します。でこちらにつまみがありまして、今5秒開けて5秒閉じる、これ映ってますよね。5秒開けて5秒閉じるっていうふうに設定されています。っていうことは、半分抜き取って半分元に戻すということで管流比1ということになります。で今カチッカチッって音がしてますけれども、電磁弁が3階のところで開いたり閉まったりしてるっていうことが分かっていただけるかと思います。こんな形になっています。それからこちらの方はですね、液面高さを読むものになります。今は材料入ってないから読めませんけれども、やはりこの赤い三角形の先端のところで読んでいただきたい。これ何の液面かって言いますと、ここです。蒸発釜の中に入っている水メタノールの溶液が何センチぐらいのところまで来ているのかっていうのを読む計測器になります。それからこちらの方はですね、この蒸発釜の中の圧力を読み取れるような計測器になっております。こちらの方にコンプレッサー、給水ポンプ、フィードポンプのスイッチがあります。でこれを上げますとそれぞれの装置が動くんですけれども、コンプレッサーは何のためについているかといいますと、その流量を調節するときに空気圧で調節しているんですね。そのためにコンプレッサーが後ろについてます。そのスイッチになります。それから給水ポンプっていうのは冷却水を通すときに、それを動かすためのポンプになります。
それは先ほどのあのトラップありましたよね、冷却水が溜まる、あの横についているポンプのスイッチになります。それからフィードポンプっていうのがあります。これも運転するときは上に上げます。このフィードポンプっていうのはこれです。原料を供給するためのポンプになりまして、これも運転するときはスイッチをオンにするという形になります。で、この辺の装置のですね、大元の電源っていうのはこちらの100ボルト、200ボルトの電源がこちらについておりまして、そのことをここですね、 O と P っていうので表示されています。